勝手に開いたわ。どういうこと？モイラ？嘘でしょ？クレア！モイラ、大丈夫？怪我はない？クレア、わけわかんないよ。落ち着いて。ここ何なの？なんで私たちが？なんてこ。私にもわからないわ。ここまで来たの？何があったの？今のは。ここに誰かいる。この下をくぐれば進めそう。モイラ、手を貸して。行って。いいよ。わからないわ。あの人殺されちゃうよ。行くわよ、早く。ここが出口かも。ジーナはこの先へ行こうとして。何これ。モイラ、手を貸して。あ、わかった。もう少し。あ、最悪。待ってて。いいよ。やっと着いたわ。鍵はあそこね。
とにかく上に戻りましょう。モイラも銃がいるわね。ごめん、私は本当にいらない。銃だけはどうしてもダメ。あの時から。そうか、ごめん。忘れてたわ。代わりのものを探しましょう。このライトで頑張ってバックアップするから。クレア、いいもの見つけた。これ使えるよね。クレア、今の見えてたよね。ええ、あれは何だったの？何？クレア、怖いの？どんな気持ち？教えて。何を言ってるの？その腕輪は恐怖を感じると色が変わるの。あなたのは何色？あなたは何者？全ての苦しみ、その恐怖は始まったばかり。何だったの？わけわかんない。何なのこれ。確かにまともじゃないわね。この機械、間に何か挟まってるよ。早く外に出て助けを呼ぼうよ。気味悪いとこ早く出よ。まだ気を抜いちゃダメよ。
ンドイッチになるところだ。でもこれで機械が動かせるかも。あなたは誰？答えなさい。私はオーバーシオ。恐怖を導き出し、そして監視する者。監視する者？ボセクへ向かえ。そこで世界が始まる。私たちをどうする気？ああ、もう最悪。電波塔？急な信号をくれるかも。大丈夫よ、気をつけて。やばかった、死ぬかと思ったよ。本当にごめんね、モイラ。おかしなことに巻き込んで。バリーに合わせる顔がないわ。クレアのせいじゃない。それにあの人のことなんか気にしないで。あの人はどう？ダメ、動かない。ここにいて、あれを調べてくるわ。